やってます。あっぱれやってます。木曜日担当城島茂です。ビューロキです。鈴木拓です。ドディミユキです。日向坂46斉藤京子です。毎日イケメンに囲まれて撮影してるから MBS ラジオのおっさんたちだるいわ。鈴木美恵です。最悪。そんなこと思ってない、どっちスタッフさんも含め確かにそこ曖昧になってますよね。スタッフさんなんか全員若いじゃない。そうです、キラキラしてます。若いか若くねえわひどいこと言うね本当にみえちゃんは。いやいやキラキラしてますよ。ひどいよ。平落ちです、ね、さあいよいよ明日ですね。おきょん、はい、日向坂46の卒業ライブということで。明日か。早いな、そして今夜はヤルモクもおきょんラストと。いやこれ寂しい、はい、いや本当に寂しいです。やだ、ね、実感湧かない。今までありがとうございました。いや早い早い今始まったばっかり。改めて本当に、いやでも寂しいなって思いながら来ました、ね、今日。そっか、ねえ、まあいろいろお便りも来てますよ本当に、うん、ありがとうございます。ちょっと読ませていただきましょうか最初にね。はい、はい、ありがとうございます。はい、東京都ラジオネームかずきさん。おきょん、今まで本当にありがとうございました。ありがとうございます。やるどの1回目から聞かせていただいておりましたが、最初の頃はコロナで電話での、スポット出演から始まって、エピソードトークやいろんなコーナーで着実に力をつけていかれるおきょんのトークを毎週長時間聞けてとても幸せでした。うん、嬉しい。やるどやるもくがおきょんの巣に一番近かったと思いますので、大好きなおきょんのことを一番知ることができた最高のメディアだったと MBS 様にもとても感謝しております。嬉しいですね。メールが読まれることは最後まで一度もありませんでしたが、最後読まれる逆にすごいね、最後読まれるのすごい。いいじゃん。せめてこのメールがおきょん自身の目に留まることを祈りつつ、うん、これまで共演された全てのやるどやるもくメンバーの皆様にも感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。そしておきょんのことは日向坂を卒業してからもずっとずっと応援していくつもりですので、今後ともどうぞよろしくお願いします。うん、ありがとうございます。すごい愛が熱いですね。いやいや嬉しい。本当にね。最後に生まれましたね。よかったですね。逆にすごいよ最後ってね。一番素が出てるなんて。そうですよ。そうなんだね。でも MBS でってなると本当6年ぐらいで、こんなにレギュラーを長くやらせていただいたのは、あの MBS ラジオが一番最長なので、本当に感謝してますし、レギュラーっていうものを最初に、私自身が最初に持ったのも多分これなんですね。だから本当に感謝ですし。本当に素でさ、喋れた？素で喋れました。めちゃめちゃ。だってさらばさんがいた時とか、うん、普通に素で怒ってましたもん。確かに確かに本当に怒ってた時あった。何なんですかみたいな。すごいね。じゃあレアだったんだね。うん、そうですね。で話せなんか罰ゲームとかも本気で嫌がってました、ね。確かに本当に無理です。本当に無理です。やる月から来た時すごい戸惑ったよね俺は。そうと思って、それがおきょんさんなんだなっていうのを、ね、やっていくうちに分かって、まだまだ来てます、はい、いいですか。続いてこちら広島県ラジオネーム狼気取りのめいめいさんですね、うん、おきょんさん、まずは長い間お疲れ様でした、うん、ありがとうございます。最初おきょんさんのことを知ったのは今時をやっていた頃で、うんうんはい、その時は台本を読んでるのってくらい感情の起伏がない棒読みボイスで心配になる子でした。はい、あっぱれに移籍したあたりからは、うん、何でもない普通のお便りをギラギラ笑っているとどうかしている人になっていました、ね、どうかしている人になっていました、はい、どうかしている人になっていました、ね、褒めてんの。今後の活躍も陰ながら応援しつつ、私の中で斉藤京子はやっぱりラジオの人だったので、またどこかでラジオにも帰ってきてくれたらなと思います。うわ嬉しい。なのでさよならではなくまたなで、ちょっと なって何またなってまたねでもないんだ。キザですね。またなまたなまたなクラスメートみたいな。またなキザだな。なんかキザずっと敬語だったのに、ね、急に急にまたなまたなまたな。でもラジオめちゃめちゃ楽しいって正直だけぐらいの感じだったんですけど、うん、そうやってなんか斉藤京子はラジオの人だと思ってるって、はい、思ってくださる方もいたんだと思うと嬉しいですし、はいね、改めてなんかラジオ終わっちゃうの寂しいなって思いますね。ねえおきょんさん
あの結構ラジオのこの感じでこう、はい、皆さん成長をね見てる感じらしいんですけど、あの早めに帰りたがってんのありましたね。みんなですよね、みんな。なんならみゆきさん、そんなことないよ。やばいやばい、ずっと痛かったし、みんなずっと痛い。違う違う違う、待って、そんなことない、マジで私だけじゃない。でも若干私だけじゃない、ほらほらほら、自分は尻尾出しやがって、ほら若干きょんさんが率先してる感じありましたよ。今日だって、今日だってみゆきさん10分前ぐらいで今日早く始められそうだねって言ってましたもん。言ってました。長くね話したいなって思ったんですよ、早く始めて。長くはならないです、です完全に、ね、ずっと痛いなと。いい褒め言葉ですね、ラジオの人ってね。そうですね。ただちょっと一つ、ごめんね、こんな時にちょっと一つ今メール聞いてて気になっちゃったんだけどさ、はい、なんかそうほらね、この活躍をその陰ながら応援していますみたいなさ、はい、どうして隠れる必要あるのかなって。公に言えないんだっていう、陰ながら、陰ながらじゃなくて、陰じゃなくていいじゃん、もう応援してんだから。そうなんですけど、多分この後も隠れないでほしい。まさかそんなところ引っかかると思ってなかったんで、隠れないでほしい。遠いところからっていうことだとありますよ。そう、遠いところですけども、隠れなくていい、隠れなくていい。大木さんが言ってること本当にそうで、静かなブームってあるじゃん、あれってブームになってないってことだと思うんだよ。そういう静かな、僕確かに、そういうような ね、そういうとこですよね。じゃあ なんて言えばいいんですか、じゃあ陰ながら、今まで通り応援してますって全然いい。なるほど、僕はいいと思ってたんだけど、じゃあ表ながら応援してます。もちろんもちろん、表だって、もちろん表だってしい。でも私はプラス思考だったら、日向の陰っていう、お日様の影っていう風にすら、ね、ほらいいじゃない、いや枕言葉ですよ、もうよくあるあれですよ。なんかイベントとか来なそうですよね、陰ながらって言われちゃうと。陰ながら、確かに、こうね、なんかちゃんと、まさかこんないい手お手紙を送ってきたのに、こんなにみんなに文句言われます。そう、その人が隠れなくていいよ、ラジオ待ってるだけの人っていうなっちゃうよ。ありがとうございます。これからは表ながら、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 そういうことです。はい、じゃあ私また来てるのでいいですか。福島県、ラジオネーム福島行ける、福島行けるさんです。やるもくの皆さん、よりもくべおきょんさん、4年にわたりやるもく、やるど、やるもくにレギュラー出演していただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。やるどの初回から聞いている坊やの端くれとして一言言わせてください、おきょんさん、ほんまに4年間あっぱれでした。やるどではおきょんさんのバラエティ力を上げようとエピソードウルフをしたり、最初はリモートで戸惑いもあったと思いますが、さらばのお二人やアマコーインターのお二人、あ、ちょっとあれですもんね、アマコーさんは解散、ちょっと不謹慎、不謹慎じゃないよ、解散したっていうだけだよ。アマコーインターのお二人、徐々に仲良くなっていったのが印象的でした。やるもくでも土曜から引き続きたまに壊れるリーダー、虎の穴で全く価値観が合わなかったミュウちゃん、サミちゃん合わなかったね、久しぶりに会ったらおきょんに顔変えましたかと言われたたくさん。ありましたっけ、私がそんなこと言ったってことですか。そうですね、あったのか、記憶にない、ね、どういうこと。感情豊かでぬかるみにも出てくれたみゆきさん、はい、短い期間でも優しく盛り上げてくれた大木さん。読み方に悪意がある。なんでそこだけトーン下げる。はい、やるもくを卒業してもきっとおきょんさんの周りには素晴らしい皆さんが優しく応援してくれると信じております、ほんまにありがとう。4月5日の卒業コンサート、笑顔で会いましょう。来てくれる福島行けるね、優しく応援しましょう、ね、私たち。みゆきちゃんも感激しちゃってんじゃないの、鼻水がすごい止まらない。なんだよ、そっちかよ、なんだ花粉症の方かよ。まあいいけど、ごめんなさいね、いや、あ、もう一枚、まだあります。僕も行かせていただいてよろしいですか。ありがとうございます。もっともっと来てますよ。はい、たくさんある中のですね、4通目ですけども、千葉県、ラジオネームひさきさん、やるもくの皆さん、こんばんもくべ。こんばんもくべ。おきょんがいるうちにやってほしかったなと思うことが一つあります。なんだ。それは公開収録です。コロナでご時世的に機会がなかなか難しいところもあったと思いますが、やるど時代からの聞いてリスナーとしては、一度ラジオの生の雰囲気を味わいたかったです。日向坂やるもく卒業寂しいですが、これからも、キョンコイズとして応援しています。ずっとキョンコイズですと。おー、うん、
大木さんが言うキョンコイズ面白い。なんかちょっと面白い。イントネーション合ってる？まあ合ってるんですけど、大木さんが言うと面白い。キョンコイズっていう。キョンコイズ。絶対やらないかと。そうだね。確かにやりたかった。え、公開収録ってやったことあります？ね、今までここで。あるあるある。MBS の。あるんだ。MBS の。MBS ね。大阪に行ってですか？ね、大阪に行ってもありましたよね。はい、夜帯にやるんですか？うん、夜帯、夜。その時は夜やりましたね、あの時は。昼間もやったり、なんかいろんな、なんかイベントブースみたいなところでやったりとか。あ、もうイベントとしてやったってことですか？イベントもそうだし、お客さんも入れてやったりとか。やりたかった。そう、いや、確かにずっとやってないですね。やらなかったな。ねえ、おきょんさん一回もか。MBS ラジオではないですね。ねえ。そっか。ねえ。それはね、みんなでこの空気感が伝わればね。でその私のファンの方、キョンコイズって呼んでるんですけど、キョンコイズの方めちゃめちゃヤルドの時もそうですし、ヤルモクのメンバーもめっちゃ好きで、で毎回聞いてますっていう方なので、ぜひこの感じを本当に生で見てほしかったというか、それは確かに私もやりたかったなっていうのは。ちょっとね、みゆちゃんと全然合わない感じもね。そんなこともない。え、合わなかったでしたっけ？何がだって、全然覚えてない。一回ご飯行ったんだっけ？二人が二回ぐらい行きましたね。でもこれ公開にしちゃうと、お客さん入れるとたくさんが、そのお客さん全員にジュースをおごんなきゃいけないですよね。なんで俺ジュースをおごることになる？今日もね、私おごっていただきました。ねえ、なんか最近毎回おごっていただいて。全然喉乾いた。いや、大木さんから始まったんですよ。でも自販機買いに行くから。さらばいなくなったら急に俺にたかるようになっちゃう。だってみんなたかってるじゃないですか。たかってないよ。たかってます、みゆきさんも。いや、明日、え、ラストライブだけど、泣くかな。なんか泣くかなって言われると、泣かなきゃいけないのかなかも出てきます。でも思い出すでしょ。そうですね、今までのことがね。私投資リハーサルっていうものを昨日初めてやったんですね。泣かなかったんですけど、もう本当に泣きそうで、はい、やばくって、で他のメンバーからもちょっと本当泣きそうになったみたいなこと言われて、いや私もやばかったっていう話をして、結構家に帰ってもなんかこう結構ドヨーンってして、本当にセンチメンタルなね、結構ちゃんとしっかりあれで、本当本番さながらというか、だからまあ本番はちょっとやばいと思いますけど、でも泣きたくはないので、本当にちょっとあんま崩れたところを普通にメディアに出るのも嫌なので。確かに、なんか泣かずに卒業もかっこいいですよね。そうですね。なんか自分の中で泣くっていうことをあんまりこう好きとしてこなかったので、今までの人生的にも学生時代も絶対に泣くことだけは絶対に人前でしないようにしようってしてた人だったので。本当は最後までこうアイドルとして全うしたいっていう、ちゃんとどこに出てる写真も綺麗でいたいんですけど、はい、ちょっとどうなるか分かんないですけど、はい、最高のライブにしたいなっていうのは思います。やっぱアドレナリンとか出てるとさ、はい、すっごい実感ってあんまりその場では分かんないもん。どっちが勝つの？その、はい、なんていうの？分かる？私の言いたいこと、みんなっていう方のアドレナリンと、私終わるっていうか今日で卒業なんだみたいなのってさ、同時に思えるの？いつもは本当にもうみんなって感じでアドレナリンもすっごい出てるので、裏に帰ってもちょっと声が大きかったりみたいな、アドレナリンがしっかり出てる状態なんですけど、卒業ってなるとどうなるのかっていうのが本当に未知数で、今回で初めてなので、後半じゃん、後半の方にもはっ、って気づくんじゃん。そうなのかな。スピーチの時とか急になんかはってなりそうですね。はってなりそう。はってなりそう。でも本当になんかもう最初から泣いちゃったらどうしようとか、ちゃんと、なんか どうなんだろうっていう感じで、本当に。どうなるか分かんないね。分からないですね。ちゃんと寝れるかとか、普通にいろいろ心配で。ちゃんと寝れるか寝れなそうすぎて。そうよね。睡眠取らないとね。はい。確かに。そうだわ。多分明日だって思ったらなんか寝れなそうですよね。てかこれが今か。そうだから、もうね、そうなのよ。いやでも本当にセットリストとか演出とか今回初めて関わらせていただいて、なんならセットリストに関しては全曲自分で選んだんですね。そうなんだ。衣装とかもどれが着たいっていうのを全部、こんなに
やらせていただけるんだって思えるぐらい全部選ばせていただいて、結構もう自分の中でもうこれ以上は無理ってぐらい最大限に絞っていろいろ、セレクトしたので、はい、いいライブになってるといいなっていうふうに思います、ね、集大成やね。なんかそうですね、なんか事前にあの言葉かけはあったの、秋元康さんは言葉かけですか。あ、でもあの卒業してもずっと応援してるよっていうのは言ってくださいましたね。優しいね。優しいです本当に、はい、すごいいろんなことをやっ、はい、プロデュースみたいなことだよね。だからそうですね。でその今日、あのかけさせていただく曲が、あのここで初めてかける曲なんですけど、あのその秋元先生というかスタッフの皆さん、秋元先生から最後アイドルとして最後にいただいた曲で、あの昨日ミュージックビデオが公開されたというか、はい、ものなんですけど、本当に最後に素敵な宝物ができたので、こちらを聴いていただけたらなというふうに、はい、思います。ありがたい。曲紹介お願いします。はい、はい、それでは聴いてください。日向坂46で僕に続け。日向坂46斉藤京子です。 AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。好き。さあ、ここからはリスナーさんからいただいたメールを紹介してまいります。各コーナーで紹介されたメールを送っていただいた方の中からよりむくべカードプレゼントをいたします。なお、カードプレゼントの際にはカード何枚プレゼントとコメントします。はい、さあ、はい、今日もいろいろ来てますけどもね。はい、はい、あ、私ちょっと一ついいですか。はい、あのなんだっけ、あの変なコーナーのやつ。変なコーナー、なんだ変なコーナーって。変なコーナーって分かった。変なコーナーの地検で天の声。あ、違う違う、地検何言ってんの。地検で天の声のコーナーで私が、うまく喋れなくて5回ミスってしまって、はいはい、そうだ、で、ね、だ5回ミスってしまった人がみんなが喜ぶ美味しい差し入れっていうのを、まあ、今日持ってこないといけないっていう、そうだ、卒業会に。あとその、まあ、今まで ありがとうございますっていう気持ちを込めて、うん、ちょっといろいろ私が好きなものというか美味しいなって思ったものを持ってきたので、はい、紹介して。あ、紹介してください。何です。まずあのこれが卵サンドなんですけど、卵サンド、どこの天野屋さんっていうところの最高卵サンドで、これが最高に美味しいよ。最高に、からしとからしマヨ、からしマヨと柔らかい卵がサンドされてるんですけど、これめっちゃ美味しくて、すごい美味しい。でこれたくさん持ってきたので、私めちゃくちゃ好きなのこれ。リーダーがおにぎりを持ってきてくださった時に盛り上がったじゃないですか。なんかお食事系皆さん喜んでくださるかなと思って。嬉しい。腹ペコしてるから。ありがとうございます。これを、これは、はい、みんな喜ぶ。本気で美味しいですよこれ。美味しいやつが天野屋って言うんですね。食べたことある。なんか差し入れで、あのさ、ありがとう。超美味しいよ。美味しい。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ジョコちゃん、ジョコちゃんも食べて、自分で食べてよ。はい、そうです。ありがとうございます。なんで近くに置いてくれないんですか、私の。なんで。なんで。じゃあ、大木さんこれ一緒に食べましょう。じゃあ、いい。食べてください、これで。みんなで分けよう。みんなで分けよう。じゃあ、これ、俺じゃあ食べちゃうね、これ。あ、はい。あと、チーズウィッチっていうお菓子も持ってきてます。いや、あったから。あったから。みゆちゃん、これどうぞ。ありがとうございます。もう何個でも取ってください。何ですか、これは。はい。みゆちゃん、大丈夫？あ、はい。ありがとうございます。すいません、渡しちゃいました。これ、もう今、もう、今いただいていいの、これ。はい。全然、何個でも。うわ、いただきます。有名ですよね。お食事会。天野さんの天野屋さん。あ、おいしい。だから天野声って言っちゃったのかな。そうだ。嬉しいわ。ちょっといただきますよ。はい。いっぱい食べてください。ねえ。あ、ちょっとからし効いてて。大人な。うん。おいしい。久しぶりだ。だしが効いてる。卵焼き入れるとこがまたいいですよね。ねえ。まあとお菓子も持ってきたんですけど、甘じょっぱ系のお菓子で、チーズウィッチっていうクッキーなんですけど、うまいよねこれ。めっちゃ詳しい。めっちゃ詳しい。よく知ってますね。もうなんかたくさんあるので、とにかく好きなだけ。いやいや、チーズのクッキーですか。これはありがとうございます。これは本当に喜ぶ。あ、チーズ差し入れですね。はい、私チーズのクッキーですか。さすがおきょんさん。ねえ、あ、すいません。いやいやいや、じゃあ一ついただきますが、これはもう記念に。じゃあ僕二ついただいて、神棚に飾っとこう。じゃあタクシャン二ついただいて一個返して。え、二ついただいて一個返して。
ね、今2ついただいたんで、で1個返して、そうそうそう、それでいいんだよ、それでいいんだよ、でこれを吉川に返すんですか。そういや、なんなんで俺1個しか食えないじゃない。いいじゃない、いや、いやこれ本当美味しいよね、めっちゃ美味しいよね、幸せ、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、センスがいい、おきょんさん、おきょんさん、センスがいいからね、みんな本当嬉しい、これ買ってありがとうございます、はい、いいセンスしてんのよ、おきょんさんは、そうね、これね、もうじゃあ京子ちゃんがもう買ってきてくれるってことがもうないってこと、ないってこと、そんな美味しいの買ってくるようにみたいな、最悪差し入れだけでも持ってきてくれる、頼むよ差し入れだけ、まあね、はい、罰ゲームということでね、買ってくださいました、ありがたい、みんなが喜ぶ差し入れ、チーズウィッチも美味しい、お便りもね来てるんでね、紹介しながら、チーズがいいよ、何でも、お京さんは、はい、高砂市ラジオネーム塩の国さん、うん、ヨルムクの皆さん、こんばんもくべ、こんばんもくべ、こんばんもくべと挨拶をしつつ、おきょんが番組を卒業してもこの挨拶は継続するのでしょうか、うん、僕個人としては日向坂46の楽曲から発生した言葉とはいえ、うん、この番組で奇跡的に生まれた言葉です、うん、僕はヤルムクの財産としておきょんが卒業してからもこの挨拶は使い続けてほしいです、うん、あと一つ、よりもくべカードです、はい、まだ残っているのでしたら、うん、番組リスナーとしてこのノベルティも継続してほしいです、よろしくお願いいたします、うん、ちなみに僕はまだよりもくべカードを手にしていません、うん、確かにどうなるのカード、こんばんは、ね、もくべとカード、ね、なんならだってそのね、おきょんさんもね、うん、こう出なくなっちゃったら、はい、このよりもくべの、そうですよね、言ってたさらばもいないし、確かにリーダーだけなんですよ、そうですよね、はい、リーダーが毎回これ何ですかってまた説明しないといけないです説明しなくなっちゃいますね、だから、うん、多分説明が大変になってくると思うんで、はい、何でしょうねこれっていうふうに、説明しなくなるんですか、しなくなるのかもしれない、知らないフリスだなんでいやでもすごいですね、そう考えたらカードはちゃんと残ってますもんね、はい、まだね、そっか、そうですね、どれぐらいあるの、在庫とかどうなってんの、私に聞いてわかると思いますいやみゆちゃんが出し渋ったせいもあるよ、いやいやそんなことない、私だって2枚とか言いましたもんこの間、そっちで、ね、結構最近出してますよ、いやみゆちゃんが今いた時か、いた時もうゲストの方なんかガンガン出してくれたの、でも一、ね、回で4枚とか出してる、手に入れられなかったリスナーさんが多いと思う、いや私がだってそんな出したら怒られちゃうからと思ったんですけど、実際毎回よく言ってますけど怒られるって、うん、誰に怒られる、なんか出しすぎは良くないって言われたんですふんわり、なんか、なんでですか、聞いてたじゃないですか、いや俺聞いてない、聞いてない、いやいやいや言われたんですよ、いや首振ってるよ、うん、なんでですか、 言われたんですって、そっかそっか、まあまあね、その実際どのぐらいあるんですかね、どういうぐらいわかんないけど、うん、あ100万以上、ほら出し渋ってるから、ね、もったいつけてこうやってみんなの手に渡らなかった、今後も、ね、今の在庫を大事に、そうね、出し続けますか、それをやっていいかどうかはまたおきょんさんに、全然お子ちゃんのあれとかにも聞かないと、全然いいんですけど、なんかよりもくべっていうのはなんか私かさらばさんがいたから、なんかこう説明とかもなんとかだったじゃないですか、うん、なんか本人がいなくなるとなんか申し訳ないなっていう気持ちもありますね、もうなんか普通にこんばんはに戻させてあげたい気持ちもあります、戻れない体の、この番組ならではって感じはしますよね、まあ、確かにそうですね、うん、この言葉ってもはやない、引き継いでって、ね、全然、はい、天よりも高く飛べだからね、それも文字化けでしょ、はい、はい、誰よりも高く飛べ、じゃあタクさんが説明で誰よりも違うじゃん、混ざってる、天より高いってカードもね、うん、継続でね、はい、継続で、はい、行きましょうね、おきょんさんがいたら、おきょんがいなくなったからって、うん、じゃあやめようっていうの寂しいじゃない、うん、なんか今さらこんばんはもちょっと硬い気がしちゃいますよね、こんばんみになるのもね、いやそれはそれでいいじゃないみんなでだって人のを言うのもこんばんみにはもうてこでもみんな変えないつもりです、うんうん、絶対言いたくない、ね、おかしいな人のなんで人のなんでってでそこにいないみたいに言うけど私が95年から使ってんだから歴史ある30年くらい使ってんだからそうよ、だからこのよりもくべとね、うん、カードは、うん、永久に、お永久に永久に継続ということで、うんうん、はい、だってあのなんだろう、こっからそういう挨拶が普通になっていく可能性もあるじゃないですか、そうですね、日常的にも、うん、
あの最初はグーってじゃんけんの掛け声あるじゃないですか、はいはいはい、あれもドリフからですもんね。そうですね。それまでやっぱり誰も言ってなかったですから、じゃんけんっていきなりだったんですけど、もう今普通に一般的になってるじゃないですか。うん、それと一緒でなんか、あ、よりもくべって、あ、いいっすね、ね、流行らせていきましょう。街中でもね、皆さん使ってくれるぐらいになってくる。で、私次、その自分の次の人が誰だか全くわからないんですね、うん、私たちもわかんないです。あ、そうですよね、うん、全くわからないの、私多分決まってないので、うん、もしそこが例えば私の同じグループのメンバーだったり、うん、あとは違うアイドルのグループとかだったとしたら、うん、その子のなんかこういいようにというかやってほしいなと思います、うん、そのよりもくべカードとかもなんかその子用に全然しちゃって大丈夫なので、はい、いやいや、もう絶対おきょんさんの感じをそのまま残します。いや、その子にはそれを押し付けますね。優しい。でもおきょんさん、ありがとうございます。今のおきょんの一言はちょっと胸にきたな。はい、わかります。いや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 、その子のいいような感じ。やめだよ、ね、残しましょうよ、うん、ねえ、そうですね、うん、はい、でもその子に決めてもらいましょうよ、ね、いや、その子が決めるの、その子が若林が来て、いや、ちょっと今までのじゃなく私用の作ってくださいって言ったらみんなドン引きですよ。聞かないでよ。ねえ、ちょっといろんなね思い出がありますけども、ここでちょっとあれかな、いろんなエピソードあるんで、はい、スタッフの皆さんともこうなんかいろいろ考えてくださって、はい、エピソード、ありがとうございます、はい、いろんな思い出をこれねちょっとね紹介しようということで、ちょっとお便りのコーナーではあるんですけども、はい、あのお客の思い出メッセージたくさんリスナーの方からも来たんで、ありがとうございます。ちょっと突然なんですけども、はい、ここで急遽、まあ、はい、あっぱれやってますで起こったお客にまつわるさまざまな出来事をランキングで、うわ、発表したいと思います。やった、めっちゃ嬉しい。ということでいきます。斉、はい、藤京子あっぱれ事件簿。すごい嬉しい。デデン、まあ、本当にあのリスナーの皆さんからおきょんの思い出エピソードたくさんメールでいただきました、うん、でそんなおきょんにまつわるエピソードをランキング形式で紹介いたします。それでは早速ランキングを発表いたしましょう、うん、斉藤京子あっぱれ事件簿第3位は、大喜利でおきょん涙を流す、うんうん、私もそれ思い浮かびました。これあのそれリーダーしかいないですよね。そ多分そうだっけ、私たちいないですよ。そうだ、私も知らん。ね、当時の経緯で言いますと、はい、さらばの2人とアマコインターがレギュラーだった頃なんですけど、即興の、まあ、大喜利をやったんですよ。聖子さんとバトルっていう形でしたよね。そうそうそう、でさらばとアマコもチャレンジしておきょんも挑戦したと、うん、ところが面白くできなかったことにおきょんが涙した、うん、なんか2回ぐらい泣きました本当に、うん、泣いたの、はい、本当に泣いて、うん、みんなみたいな感じになって、うん、面白かったよって言われた。いや大丈夫だよ、いやなんかやりたくないみたいな感じでした。なんでこんなことしてるの、面白くないからじゃなく、うん、やりたくないから、もう何これみたいな、うんうんうん、しかもコーナー化されてたので、うん、もう毎回やらなきゃいけないのが憂鬱になっちゃうね。そういうのはプロの芸人さんと大喜利対決するっていうのが、うん、まあ、あのそんなに簡易的に考えられなかったというか、うん、はい、うん、まあでも袋相手だったら大丈夫だったでしょ。袋さんは頭の回転早いですからね、うん、はい、それが本当つらかったんですけど、そうそう、でも泣いたことに一番びっくりしたのは自分でした、ね、なんでこんなことで泣いてんだみたいな、笑いながら泣いてましたよ、ね、マジでこんな今だから言うけど、はい、俺とみゆちゃん月曜日からやってきたでしょ、はい、めっちゃやるもく初め空気悪くて、何これと思ったね。嘘、本当ですか。俺は思ったのは、おきょんさんがすごい嫌がってたの、はい、でさらばの二人がいいからおきょんやれよみたいな、いやいやそんなでしたっけ。いや俺はマジでそう感じたの、その時の俺が、まあ、たくさんで俺なんとかおどけて、うん、そんなことないよねとかって言ってて、であのスタッフさんに、はい、あそこはおきょんさんがちょっとこう成長する場なので、たくさんもしっかりちゃんとそこら辺を踏まえてちょっと考えてもらっていいですかみたいな、あ、そうなんですねって言いながら俺だけは絶対に追い込まねえぞと思いながら、ね、確かに初めびっくりしたよね。さらばさんは結構なんか気使わずガンガン行くなみたいな印象ありました。ガンガン行くから俺 なんだこの空気はと思って、ああそうだったんですね。そうそう、初めこれも一番初め俺が感じたこと、そんなおきょんさんが別に嫌がってる、すごい嫌だって感じに見えなかったから、ね、私は気にならなかったです。マジでおきょんさんがなんかカラスのモノマネかなんかを、はい、ああ懐かしい。そうでしょ、なん
ありました。私とおきょんさんが、うん、カラスのモノマネそれぞれやってくださいみたいな、そう、うんうん、言われて、で俺はおきょんさんがもしかしたら嫌なんだろうなと思ったから、うん、そこはもうやらせないで、もうみゆちゃんにだけやらせりゃいいやっていう考えであったんですけど、うんうん、懐かしい、そう、入った当初だ、そんな風に思っててくださってたんですね。そういやでも確かに私もう初期の頃からたくさんだけは本当に優しい方みたいな、うんうん、なんかちょっと心の救い的な存在でした。そうでしょ、はい、絶対に追い込まない、うん、なんかその本当に嫌だなと思った時に助かる存在でした、うん、そうでしょ、俺本当にいいやつなんですよ。いやいや原田さんがいなかったら追い込んでますからそうなの。いやあのほらわかるじゃない、みゆちゃんはなんかこう追い込まれてグーってやるけど、お客さんはもう自由にこう楽しい感じの方が良さそうだなと思って。確かにそうね、やれって言われてやるよりもなんかそうそう、お客さんがやってることが面白いみたいな。えでカラスはどうなったんですか。カラスはみゆちゃんに全部やらした。いや私でもお客さんもやったかな。いや私は今のお客さんならやると思うっていうのがある。そのいやいやいや、だから今の方がなんかほんわか、みんなでほんわか喋ってる感じだ。そのさ、面白いのどうぞっていう感じじゃなくなったっていうか、この空気がないよ、ね、ないじゃん。そうそうそう、それがだいぶ変わったのかなと思って。ね。そうすると、うん、さらばがすごい悪いやつ。そうじゃなくて、なんかやっぱその時その時のなんかハードルっていうか壁っていうか、うんうんうん、ラジオといえど、はい、なんかそのラジオだけにとどまらず斉藤京子というキャラクターがどう発展していくかっていうチャレンジした企画も結構あったよね。はい、そういう意味でね。うん、だからさらばがこう率先してくれたっていうのはあったけど、うんうん、そうですね。なんか私も短期間しかまだあの入ってからそんな経ってないけど。の感じが変わったのが分かる。その短時間でも、もうね変わった、うん、全然変わった、わかります。本当に変わった。私のおかげじゃないじゃん、うん、いや私の背景結構変わったよ。私が背景だ、だいぶね、ま、お京さんももうふわっと、うん、で丸くなりましたよね。角が、角が取れたっていう、ね、そう、そうなんだ。マジ一番初め尖りまくりだから、私多分嫌われてんのかなまで思ってます。いやそれは正直キラキラキラってる。それは事実。要は、いい意味でもどういった意味でも捉えてもいいんだけど、うん、ちょっとこう目に見えないバリアが張ってる感じ。そう、うん、24時間四六時中もずっとバリア、ね、自分の中にこうあって、はい、やっぱりアイドルとして生きる上であるんですよね。覚悟なのかな、なんか分かんないけど、ね、はい、そういうのを感じましたよね、はい、あのかき氷あたりがなんか崩れてきたなってぶっちゃけも、ね、かき氷かもね。やっぱさらばがあれだったんだな。さらばさんにもめっちゃ感謝して、さらばでおきょんさんのこと考えてくれてました、ね、さあいろいろ思い出つきませんが、はい、続いての第2位いきます、はい、斉藤京子アッパレ事件簿第2位は、おきょんと私城島茂がデュエット。うわ確かに私のアーバで入っちゃった。3年目の浮気これたくさん私もいましたよね。いた、うんうんうん、これね、まだみゆきさんいないですね。やるもくの初期だ。そうそう、経緯紹介しますと、メンバー全員でチャレンジするワードウルフのコーナーでマイナスポイントが重なり、おきょんが罰ゲームとして歌うことに。あの時なぜリーダーがおきょんと一緒に歌わなければいけない羽目になったのかは謎ですって感じえ、ワードウルフとかそういうのやるコーナーがあったんですか。あった、そのゲームありました、ありました。ゲームがあって、で、そうです、ね、罰ゲームで、うん、確かに点数があれだった人同士がでしたっけ、点数が低いトップ2がデュエットとかだったんですかね。え、ここでカラオケ流して歌ったってこと。そうです、あのその時は別室だったので一個隣の部屋で、ここでそのモニターを見てテレビを中継しながらもうガチ歌い。え、すごかったですよ。お二人が 同部屋だったっけ。同部屋だったんですけど、まだちょっとあの距離とか結構厳しい時だったので、うん、結構距離はありましたね。だから僕あの公でもそうだしプライベートでもそうですけど、アイドルの女の子とカラオケしたのって初めてだったんですよ。プライベートでやってたらおかしいなあれって。プライベートじゃないんですよ。どっちもだから初めてで、はい、こんな感じなんだな、やっぱすごいなプロってって改めて。いや、何も反響するんですよ。3年目の浮気っていう曲で。だって世代的に、世代的に違うじゃないですか。そう。おきょんよく知ってたね。そうだからすごいなと思って。おきょんさん何でも知ってるもん。昭和の歌好きなんですよね。昭和の歌は好きなんですけど、でも私も初めてだったので、そういう経験がめっちゃファンの方から反響あって、リーダーの代って本当良かったねみたいな
めっちゃ言っていただけて、はい、私たちが一番贅沢でしたよね。そうですね、だって聞きたかった。地上波でも贅沢なぐらい。リーダーがアイドルとデュエットしたことないんですから、うん、そうですね。ちょっとさ、じゃあちょっとタクちゃんとミュウちゃんでさ、はい、今日3年目の浮気歌ってバカ言ってんじゃねえバカちょっと歌っちゃうことだったよ。最悪ですよ。お二人の後にダメ続きで。でもすごい3位と2位が確かに、ね、あの絶対的にランキングに入るなって思うような2つだったので。ああもう思ってた。はい、あの、あ確かにってめっちゃ思う。さんだね、じゃあ1位じゃなんだろう。1位ちょっとさ、逆に京子ちゃん考えてさ、予想したいかも。予想してよ。予想なんですかね。あっぱれでですもんね。うん、はい。わ最悪覚えてなかったら覚えてない。何も覚えてないわけじゃないでしょ。いや、あれではないかな。1位の前にじゃあ他のお便りも紹介します。あ、いいですか。1位の方あれですかね、あの、うん、いやでも違うかな。なんかタイアップがあったじゃないですか、さらばさんと。なんかタイアップあったあった。違うかな。あったあった。それが食品系かな。はい、なんかそれで一緒になんか YouTube かなんか撮ったんですけど。YouTube というかなんか食品系です。あ、ピザパーティーですか。あ、待って、ピザパーティー超盛り上がりましょうね。第1位発表します。斉藤京子あっぱれ事件簿第1位はデリバリーのピザが放送中に届いてテンション爆上がり京子。そんなのあったんだ。 ありましたね。これこれ、そんなことしてたのいいな。そうそう、当時の経緯説明します。ヤルモクサミットでピザのトッピングは何がちょうどええというお題に、いつも以上にコーナーが盛り上がり、その流れでスタッフさんがみんなの意見を考慮してピザを注文。皆さんもうすうすこの番組の収録スケジュールが気づいていると思いますが、1本目の収録の後注文し、2本目の収録中にピザが届きました。本当に異常にテンション高かったですもんね。はい、大盛り上がりでした。みんな上がったけど特におきょんさんが一番上がってました、うん、いやあらびっくりした。あ、こんな感じあるんだ、うん、ってこんなに食い物で釣れるんだ。で本当私食べ物がここに、うん、今日みたいな感じで来ること何回かあったじゃないですか、うん、例えばバレンタインとかそういう企画もそうですし、うん、めっちゃじゃもう気持ち的にはテンション爆上がりで、私もだよ。でもみゆきさんとみゆちゃんも同じぐらい喜んでくれるから、それも私うれ、ピザ来た。今日すごいよ。すごい、すごい、すごい、これはテンション上がる。しかもめっちゃ美味しそうな2つ。優しい。あ、ちょっと卵サンドは。今日ね、食品系、僕も実は始まる前におにぎり、ものすごいプレゼントしてるんだよね。ものすごい大量のおにぎりをお客さんにあげてからいただいて。しかもピザでしょ。待って、嬉しい。サンドイッチでしょ。炭水化物。最高なんだけど、パーティーだね。イエーイ。いやー、もうみゆちゃんのテンションが。超絶上がってる。その時はまだみゆきさんがいらっしゃらなくて、さらばさんで、そう。なんか言ってましたね、クリスピーがいいとか、なんか。なんか、俺覚えてんのは、あの、森田くんがなんか変な、そう。韓国語の、プルコギプルコギ。森田さんが頼むやつはちょっと違う感じだったんですよ。味が濃いやつ。これはその当時の、これだっていう決まったやつなんですか、この今日の、あのメニューは。そうかな。あ、でも、当時と同じ、プルコギとマヨネーズ系ですね。あ、そうですね、多分ね。これがテンション上がるわ。ほぼ同じ、大体同じ、ほぼ大体同じ。めっちゃ嬉しい。これは本当にサプライズだ。すごい。すごい。京子ちゃんどっちが好き？どれが好きなの？京子ちゃんは何なん？じゃあ私マヨの方で食べます。そうじゃなくて、あの、何がちょうどええは何だった？なんて書いたっけ？結構前ですね。いや、あのね、おきょんさんが何がちょうどいいかを選ぶ側だよね。あ、そうか。そうでしたっけ？そうだったかも。確かそうだったと。そうだ、言っちゃってください。両方食べたら、しょうこちゃん両方食べなよ、だって。ありがとうございます。わ、最高。私たちめっちゃ卵サンド、卵サンド今まさに卵サンドあるわ、おにぎりある。こんなすごいな。いや、ちょっと食べるとお腹すくから。大きさ、大きさと卵サンド食べてまたすいちゃった。そう、ちょっと食べるとさ、もうさ、おかしくなるよね。おかしくなります。え、でもさ、これお今日にあげたおにぎりもある。おにぎりも食べたいです。これの後もう切なくなっちゃうかも。すごいたくさんのおにぎりいただいて。たくちゃん、ちょっとスタバ買ってきてくれない？したの。何なんですか、俺を。2個取っていいやつ。え、2個取っていいの？ 1,2,3 の。あ、2個取っていいんだ。ちょうどこれはテンション上がる。いや、本当に。え、最高。カルビこれ。最高。美味しいですか？美味しい。うわ、はい。いいですよ。あ、最高だね今日は。うん。うん。うわ。え、
めっちゃ美味しい。最高、いただきます。いやー、すごい、もうみんなのテンションも、ね、すいません、何年ぶりみたいな。あ、すいません、私もコレステロール値が高すぎて、コレステロール値を下げる薬を毎日飲んでるから、ピザなんて久しぶりで、うん、食べにくいな、こっちが。食べにくい、いただきます。うわー、うん、おいしい、これやばい、うん、カルビー、はい、まずあのみゆきちゃんのコレステロールの値を気になっちゃうよ、こちら、ね、うん、私毎日揚げ物食べてるんで、はい、うん、奥さんが1個、はい、え、俺今1枚いただきましたもん。あ、これ美味しい、この肉のすっげーうま、うん、美味しい、ピザ、だからピザって、うん、そうね、めっちゃ美味しい、やっぱみんなで食べるとうまい、ね、はい、さあ、じゃあということでね、第3位から、ね、紹介しました。この、うん、ね、うまい、みんなみんなね、本当に美味しそうにいただいてますけども、はい、ということで、まあ、いろいろと思い出ありましたけども、はい、エピソードを紹介いたしました。以上、斉藤京子あっぱれ事件簿のコーナーでした、うん、鳥居みゆきです。 AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。ゲスの勘繰りトルネード。このコーナーはヤルモクですっかりゲスワールドに足を踏み入れてしまった戦隊もの大女優のねじりクイーンこと鈴木ミュート、ドランクドラゴン鈴木拓のダブル鈴木が世の中にはびこるゲスいことやゲスいやつらに旋風を巻き起こします。お、うん、今日はちょっとこれもやっていただけるんですね、ゲスの勘繰りは、うん、ね、そうね、やっぱ今でも思うんですけど、森田くんの言ってたプルコギは今でもちょっと違うかなと思うんですけど、うん、これってプルコギ？あ、これはそうなんだ、これじゃない？プルコギですかね。いや、でも ここのこれは美味しいですけどね。美味しい、美味しいよ、はい、森田くんが言うのはちょっと違うかな。味濃いめのやつでしたね。あ、濃かったな、そういえば、はい、さあ、それでは行きたいと思います、うん、東京都文京区、ラジオネームやるやるもくもくファームさん、うん、やるもくの皆さん、こんばんもくめ、こんばんもくめ、僕が下水と思うのはこのやるもくです、うん、というか、あっぱれ全曜日のメンバー卒業発表のタイミングです、うんうん、今回を入れてあと3回でおきょんが卒業ですって、うん、突然の発表、うんうん、僕はラジオの前で固まりました。あっぱれはどの曜日も本当に発表が急すぎます。あっぱれさんへのあれですね、はい、さらばも天神の番組移動の発表も急でした。ほとんどが、あ、ごめんなさい、甘子ですね。甘子にしたんかと思った。甘子です。すいません。甘子で発表したんかと思った。番組発表、移動の発表も急でした。ほとんどがラストの回の最後にチラッと言うだけでした。下水と言いながら、今回はおきょんの口から3週間前に発表され、うん、こうやっておきょんへの卒業メッセージを送ることができるのを感謝しています。うん、おきょん、ラストのやるもく、日向坂46の斉藤京子として楽しんでください。でも本当に急でしたね。そうね、急が多いですね、うん、急に急、うん、え、もう終わりみたいな、うんうん、私たちもね、あのタイミングでね、そうそうそう、本当にえっていう、京子ちゃんもなんか本人も急だった感じだったよね。そうですね、なんかね、ここで聞いてた時、はい、うん、みんなでそんな話してたらって感じだったよね、翌週かなんか。そうですね、そうですね、はい、そうなんですね、そうなのね、じゃあ急に、だからこれラジオのそういう元々の、そうなのかね、そうなんじゃないですか、うーん、どこもそうですか、どうなんだろう、そんなに急に決まんの、いや、急にだって急にだって今週何も決まってなくて急にさ、はい、来週やっぱり大きい卒業してもらおうかみたいなことでしょ、急に言われるの、はい、っていうことだよね、はい、いや、本当に急に決まんのか、しかもだってさらばさんの卒業の時とかも、終わる本当 2,3 分前にちょっと話あるんですけどいいですか、うん、そうって言われて、うん、そうね、さらばさんの方が急だった、今日卒業しますみたいな言って、えって言ったらもう終わってますよ ね、あんな卒業するって言われて急にすぐ泣くもん ね、 びっくりするじゃないですか、急すぎて、うん、確かに、かこれなんでなんですかね、急に全部決まってますよね、パン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 ってね、うん、でもなんかそんなもんだと思ってました。いや、そういうもんだっていう、なんか、うん、割と急に決まるもんなのかなって、じゃあ3ヶ月後にじゃあ契約で3ヶ月契約とかってないじゃないですか、とか、はい、うん、だからどうなんでしょうね、どうなんですかね、3ヶ月契約ですってはっきり言った、例えば言った方がいいんですかね、うん、前もってどうですかね、CM とかなんかね、年契とか、はい、そうですよね、プロダクションの契約だと年契とかありますけど、はい、私日向坂のグループ自体を卒業するのを発表したのが3ヶ月前なので、そう考えるとラジオが今3週間前っ
でしたっけ、はあはあ、なるとそれぐらいなのかなとも思う。そかそか、なるほどね。でもいろいろね、各所ねお知らせしたりとか、うん、いろいろ解禁日とかね、情報解禁とかにしても急でしたけど、申し訳ないわね、それはね、そうですね、事情があるから、うん、でも3ヶ月前に言うみたいなのが普通なんですか。いやどうそれも早い方だよね。じゃあ、うん、それも早い方だ。大木さんがここキャスティング決まったのもこの番組急だったんですか。どうでした。1年前ぐらいから。そんな早くないですよ。1年前そんなじゃないですよね。1年前じゃないですよ、ね、いやでも本当秋多分秋に入ってるから、秋ちょい、秋ぐらいよね。秋の入り口ぐらいに聞いたんじゃないかな。で、去年の11月も出ることになったんですか。そう、だから多分、9月とか、ほんとギリギリじゃないかな。やっぱだからそうなんですよ。改編の。きっとね。多分。そういう時期にね。ラジオは急なの。そんな、そういうもんなのか。あとこれは変則的なんじゃないですか。こんだけ大人数で。いや、でもない、ないですもんね、あんまりね。うん。そう、だって、普通だったらラジオなんか、どっかのね、芸人さんでも、うん、二人でやったりとか。アイドルでも、なんか、一組で喋ったりとか。うん、そうですね。でも二組ぐらいで。うん、だから珍しいですよ、この形式は。うん、昔俺、なんか日本放送で、ラジオやってる時に、どんなに盛り上がっても、半年後に必ず終わりますんでって言われて。はい。俺も日本放送、それ言われました。どんなに盛り上がっても半年必ず終わります。なんでだろう。なんか期間限定の枠みたいなのがあるんだよね。それはリスナーさんは知ってるんですか。リスナーにはだからもう言う、だから、でもだったらそういう風にしましょうっつって、初回から、もうカウントダウンが始まるみたいな。面白い。それはそれで面白い。だから、多分決まってる。なんか、その半年後にもうやる人が決まってたんだろうな、ね、多分そうだと思う。きっとね。はい。その事務所の。だからスポンサーがついてたそこの枠を、あの、だからね、はい、買い取るか分かんないですけど、はい、分かんないですよ、システムは。その枠が、だから、ちゃんと与えられて、ね、とかじゃないですか。だって、何でしたっけ、はい、菅原文太さん、はい、がラジオやってた時、ご自分でスポンサー連れてきて、あ、そうなんですか。ご自分でですね。で、自分でスポンサー連れてきて、一社提供でご自分が喋るっていう風に、はい、やっぱやってたから、やっぱそういう人も今度出ているだろうね。いや、俺やってました。あ、やってたぞ。はい、他のある曲で僕がスポンサー連れてって、うん、すごいね、やってましたよ。すごいねそれ。はい、だから大体1回の金額とか俺もすげえ知ってます。すげえ。直談判しに会社に行ったってことですか。いや、その曲のなんか仲良しの、うん、そのディレクターさんがいて、はい、でどうですかみたいの言って、うん、でスポンサー連れてくんでつって、スポンサー連れてって、スポンサーはどうやって口説くの。スポンサーはね、仲良しの社長がいたんですよ。生々しい。なんかやだな。で、そしたら、あの、自分のところの製品も売りたいし、たくちゃんのその、ラジオもやりたいから、みたいので、連れてって。引き合わせたの。で、引き合わせて、したら、あ、ここ、なんか審査あるんです。進むんだ、ちゃんと。で、変な会社あったら。そうか、そうか。今ね、はい、ね、危ないから、ちゃんと審査やって、全部クリアで、じゃあ、たくちゃんの番組やりましょう、つって。結構やらせてもらいました、2年ぐらい。お、すごいじゃん。それ一番いいよね。そうです。スポンサー連れてきちゃうってね。はい。連れてくれば番組モテるんですか。多分。オッケー。でも、わかんないよ。この MBS はまた違うんじゃない。局によって。強者も連れてきちゃうね。そうそう。ねえ。どっかの社長に。うん、でもあんな やるもくの連中なんかいいか、私一人でやりますね、さらばを首にします。権限すごい。いろんな方式があるんですね、ラジオ。じゃあ個人でもいいってこと。例えば京子ちゃんが一人でラジオやってみたいと、はい、でタクちゃんが、ま、ね、じゃあ俺がちょっと制作費出すよって個人的に言ったとして、はい、そのスポンサー鈴木拓で京子ちゃんがラジオのパーソナリティっていうのは可能なの。だから多分ですけど、ちゃんと審査があって、審査が通れば可能なんだと。個人でもいいってことね。はい、審査が通ればでしょ。そう、審査が通れば。あ、じゃあ拓ちゃんに問題なければだね。俺に問題がなければ。なので僕はもう無理ですね、問題だ、バカ野郎。なんで急に、はい、さっきの3年目の浮気方式できたけど。何バカ野郎。あ、ダメでしたこれ。すごいな。なんかそういう時代も来るんじゃないの。いや、来ると思いますよ。個人が個人で出してますっていうのが、うん、はい、と思いますよ。面白いね。たくさんのそのあれでみんなでやりたいですね。また連れてきて、連れてきて、そのスポンサー結構大変なのよ。同じメンバーでやるから。同じメンバーやりたい。結構大変なのよ。皆さんのギャラ分も大変なのよ。はい、共感したのでよりもくべカードプレゼントします。
ということで、はい、メールここまでになります。あ、そうですか。はい、わかりました。ピザが冷めちゃう、はい、そうですね、今のうちに皆さん食べてください、はい、以上でございますね。はい、このコーナーでは皆さんからの下水やつらや下水ことのタレコミを募集いたします、うん、宛先はやるもく @mbs1179.com、 やるもく @mbs1179.com、 ゲスの勘ぐりトルネードのコーナーまでたくさんお待ちしてます。鈴木美優です。 AM1179 FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。チキンで天の声。この番組で偶然生まれたノリをゲームにしました。題してチキンで天の声。映画やドラマの回想シーンでよくあるいつの間にか声が変わってるというおなじみの状況をゲームにしました。皆さんに読んでいただく文章かメールを全員にお渡しします。まずこの文章を誰か一人に読み始めていただきます。残り5人の中の誰か一人が自分の好きなタイミングで一緒に同じ文章を読み始めてください。はい、誰が読むかは決めませんので自分でタイミングを測ってください。はい、最初に読み始めた人は途中で入ってきた人の声に変わるように上手にフェードアウトしてください。文章を全員でフェードインフェードアウトして6人で回して読み切れば OK。 笑ったり噛んだりしたらマイナス1ポイント、数人同時に途中から入ってしまってもかぶった人はマイナス1ポイント、また最後まで途中から入ることができなかった勇気のないチキンもマイナス1ポイント、はい、人が読み始めてからすぐに声をかぶせるのもアウト、フェードアウトが下手くそだった場合もマイナス1ポイントとさせていただきます。数回のゲームでの通算ポイントを競っていただきます。毎回1文章だけチャレンジしますので誰かのポイントがマイナス5ポイントに達成したらゲーム終了、うん、マイナス5ポイントになった人は次回の収録にね、ご興味、ね、持ってくれましたけども、はい、みんなが喜ぶ美味しい差し入れ持ってきていただきます。こんなにみんながこう幸せな空間になるならいいですよ ね優しい、ね、ありがたい。だからさ、おきょんさんがマイナス5になってさ、また次回もさ来たらいいんじゃん。あ、まあ、いいこと言うね。そうだ、今私は溜まってますもんね。そうそう、まあ、普通に溜まってますよ。前回来なきゃいけないですよ。前回までの途中経過が私城島0ポイント、たくさんマイナス3ポイント、うん、おきょんマイナス2ポイントと、うん、あれリーダー1個もなかったでしたっけ。ゼロ？うん、ゼロって書いてるね。マイナス1、1回ありましたよね、なんかミスった時。リーダーなんかあったよね。もう一個前か。もう一個前、その前か。あ、リセットしたんだっけ。そうかそうか、そうだ、その前だ。はい、じゃあちょっと、本日読んでいただく原稿を皆さんにお配りしますので。なんだ、はい。お今夜いただいた文章はですね、ペンネーム取引赤さんからいただいた文章でございます。うん、今、皆さんにお手元に配られてね、今来てると思うんですけども。さあ、そしてゲームを開始する前に皆さんの番号を決めます。1城島、2鈴木拓、3鈴木美優、4、はい、鳥居美幸、5ビビル大木、6斉藤京子となります。また6、はい、サイコロを振りますので出た番号の人が読み始めてください、うん、番号は公表しないでくださいね。はい、はい、スタンバイよろしいでしょうか。はいはい、はい、じゃあサイコロを、これまた私が振るってことですか。6-0、6-0、いきますよ。はい、あ、どっちだこれ。あ、これはちょっと、やり直すね、もう一回行きましょう。もう一回、やり直すね。溝にはまったんで。キョンさんがよく転がすのよ、サイコロ。これ本当にシャッフルですから。表彰状、斉藤京子殿。あなたは、あっぱれやってます木曜日において、物おじしない、釈然とした態度と、嘘だ。うわぁ、待って、これなんて読むの。これこ、いやいや、ちょ、これあの正解は言いません。うわー、じゃあ、まずこれ文字を間違えます。マイナス1でいいですね。ちょっとは、まさかの、俺リーチじゃない。もう一回振ってください。リーチ、リーチだねっつってお菓子食べてんじゃないよ本当に。集中して。めちゃめちゃ何お菓子食べてんの。しかもなんかパンの耳だけ残してるんですよ。食べます食べますから。はい、じゃあ振ってください。よし、行きますよ。切り替えて。あ、見えない。うん。表彰状、斉藤京子殿。あなたはあっぱれやってます木曜日において、物おじしない、毅然とした態度と嘘のつけない性格を持って、リスナーにたくさんの驚きと笑いを届けてくださいました。また人からの好意を素直に受け取ることができる性格や、番組内で突如発生するゲラは私たちの心を和まし、癒しとなりました。最近は口を開けば
かき氷のことしか話さなくなりましたが、一つのことに没頭する熱意はあなたの魅力の一つだと思います。ブースのおじさんたちが下ネタで盛り上がっている際の気配の消し方も、大きさ下手だ、ピラッとカットアウトした大きさ、大きさ下手だった、違う違う違う、大きさ見てカットアウト、ちょっと見て、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、俺のとこ今盛り合ってるとおかしいじゃんこれ、えどこ盛り合ってるだったから俺ちょっと読むのやめたの、 あれ盛り合ってる盛り合ってるで読まないとダメですよ、いや俺は盛り、これ盛り合ってるで合ってると思います、合ってると思う、いや盛り上がってるでしょこれ、だこれは大木さんの失敗ですよ、ずりーよ盛り合ってるですよ、5時なのに、盛り合ってる 5時だってもうその原稿パッて言われたらちょっともう向こうの原稿が間違っててもそこはこうスーッとやってあげるのがプロでしょ、だっていやプロはそこ、ま、直すでしょ、私たちしか原稿わかんない、ね、もう今生放送であこれ原稿が盛り合ってるってなってんだけどみたいな言えないじゃないですか、まあまあね、はい、ね、リーダーどっちですか今の、これはでもブーって言っちゃったからリーダーズっていやいやいやでも気持ちは、いやでも気持ちは分かります、リーダーズ気持ちは分かります、じゃあお願いします、俺気持ちは分かりません、分かりました、俺気持ちは分かりません、じゃあお願いします、みゆちゃんもマイナス1にします、なんでですか、なんでですか、分かりました、もうみゆちゃん分かりました、なんでマイナス1、ちょっと待ってください、みゆちゃんマイナス2にしときます、お願いします、なんでたくさん権限持ってるんですか、お願いします、たくさんなんでも権限持ってる、あじゃあ次から盛り上がってるで、盛り上がってる、盛り上がっている、試合に負けて勝負に勝った感じですね、かっこいい、どっちかというと両方勝ちたかったですね盛り上がってるね、あが盛り上がってる、みゆきさんめっちゃロングでしたね、なんで誰も、おい笑っ違う、この人笑いました、京子さん笑いました、途中にもいやあれあの誰かがお腹の音鳴ったんだよね、はい、そうそうなの、誰かもうこう二人のうちどっちか、私でも喋ってるからなんでお京さん側につくんですか、いやだってお京さん吹いてましたもん、それで笑っちゃってたんだから、じゃあお腹いっぱいなのに鳴る、途中のブースのおじさんたちが下ネタで盛り上がってるからいきます、うん、あはい分かりました、ブースから、うん、詰まったとこから、あ途中からそれはいいです、大木さんからですか、表彰状が結構長文まだ結構あるんでこの後、じゃあブースの行からいきますか、はいはい OK です、はい、はい、いきます、表彰状、あ、違う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 、ちょっと待って、ちょっと待って、奥さんにタイムタイム、奥さん何ですか、いやいや、なんか京子ちゃんがずっと笑ってたからなんかおかしいじゃん、いや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 、普通に5っていうのを教えてあげただけだろ、いや、俺もう見えてんのになんか5っていうのを本当メガネのレンズにカチッてくっつくぐらい分かんでないのかなって思って、あのいつも奥さんが、奥さんがやってあげてるやつ、奥さんがいつもやってたやつ、そう、最初じゃない、いつも読まないからなかなか、いやいや見たから、こうやってやっただけで、別にもうずれーよ、じゃあお願いします、みゆちゃんもマイナス1度お願いします、わかりました、関係ない、自分の方が何も関係ない、何も関係ない、はい、します、はい、完全に今の、完全に今の奥さんのミスですね、ブースのおじさんたちとかね、じゃあ行きますよ、ちょっと気を取り直して集中してください、はい、皆さん、ごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと待って何をしたよ今のミユキ、ごめんなさい、今のなしで、ごめんなさい、なしじゃない、なしじゃない、ごめんね、ミユちゃん、ごめんね、一緒に、はい、ミユちゃんマイナス1、私もリーチになるの、いやだって、はい、ちょっともう一回いきますよ、振るとことからちゃんと読みましょう、ちょっと今の目のまま、今の目のままいったら、今の目のまま、今の目のままいきますか、今、え、でもリセットした方がよくないですか、いやどうせもうみゆきはマイナス1だからもう、じゃあもう一回振ります、じゃあもう一回振るか、もう一回振ります、振りますか、ブースのおじさんたちが下ネタで盛り上がってやばいです、今のはおかしくない、今の完全に、なんで言ったんですか、下ネタ、なんか下ネタ、口の中でこんにゃくの方言ったら、口の中で泡ができることないですか、ないよ、泡がシュワーってなっちゃうの、下ネタで、今下ネタネギって言ってましたよ、言いました言いました、下ネタネギは言ってないです、群馬だからダメです、ぶっといネギです、マジかよ、いやもうちょっと集中してください皆さん、本当にいやもうたくさんマイナス5ポイント終了です、え待って、表彰状最後まで読めなかったってことですね、残念、しょうがない、
しゃあないしゃあない。このコーナーは京子ちゃんこれなんか新企画がもらいに行きなよ、あの食べ物。あ、そうですね、うん、それで来週行かない。これいやちょっと待ってください。これ俺ちょっと俺も悪かったけど、みゆちゃんにもワンポイント貸してくださ い, いやおかしいですって。みゆちゃん一番真面目にやってますから一番真面目だった、ね、真面目特別ですよ。みゆちゃんもマイナス1です嬉しくないんですよはい、ということでさくさんがマイナス5ポイント達成したんで、下ネタで取ろうとしたの、次回はみんなが喜ぶものを差し入れと。マジかよ。たくさんの食べたかったな、毎回のように誰か買ってくる感じになっちゃいますよ。さあこのコーナーでは天の声で読んでほしい A 話のメールを募集いたします。内容は実話でもフィクションでも構いません。このコーナーで採用された方にはよりもくべカードを2枚プレゼントいたします。宛先をみゆちゃんよろしくお願いします。はい、やるもくアットマーク MBS1179.com チキンで天の声のコーナーまで。以上チキンで天の声のコーナーでした。城島茂です。AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。やるもくサミット、アイドルからお笑い芸人、そして戦隊もの超一流ねじり女優まで、さまざまなジャンル年齢の違うメンバーが集まったこの番組。そんな世代ジャンルの違うメンバーが討論し、全員が納得する答えを導くこのコーナー、大丈夫ですか。さあ皆さん今夜も熱い思いを戦わせてください。はい、はい、うん、最後なんかこのまま捨てちゃっていいもんなんですか、こういう紙、あのこれピザの紙皿ってこうゴミ箱に直接捨てちゃったのが良くないのかな。いや、いいのよ大丈夫、私も捨てちゃいました、捨てました、うん、はい、じゃあ行きますよ、今夜も皆さんにある質問をいたします。自分の思考だけではなく、はい、メンバー全員のことを考えて回答してください。皆さんの回答主張を踏まえて、最終的に今夜進行役斉藤京子が独断と偏見でやるもくとしての答えを決定いたします。それでは今夜の討論テーマ発表の前にメールをご紹介いたします、うん、横浜市ラジオネーム永遠きょんこいずさんからです、うん、やるもくの皆さん、よりもくべよりもくべ、お今日もよりもくべよりもくべ2回おきょんが4月5日の卒コンで日向坂46を卒業します、うん、卒業すると少しはプライベートな時間もできるのではないでしょうか、うん、そんなおきょんが卒業後プライベートで新しく始めるのは何がいいのか、皆さん考えてあげてください。ということで今夜のやるもくサミットのテーマはこちら、うん、日向坂46を卒業した斉藤京子がプライベートで何を始めるのがちょうどええ。なるほど、これ嬉しいです、考えてくださるの。マジか、結構ガチで考えますね。私が納得するちょうどいい答えを考えてください。それではレッツシンキング。いやこれありがたいです、考えてくださるの。やることないので、わー、なんだろうな、なんだろうな、あ、でも仕事になっちゃうもんな、それだとプライベートだよな。プライベートで、プライベートで何を始めるのがちょうどいい、何を始める、何がいいかな。だから前だ、先週とかだと一人旅するのいいんじゃないのって言ってくださったじゃないですか、うんうん、いや本当そう思ってる。なんかめっちゃ言ってくださったので、ちょっと頭の片隅にあります、ずっと。いや一人旅いい、片隅に置かないで本当に行ってほしい、うん、人旅。まだ行ってなかったのまだ行ってないです今環境してからだからねなんだろうな、京子ちゃんプライベートかよ、うーん、なんだろうな、長く続けれるやつがいいよな。あんまりアウトドアな人ではないです、うん、あー、本当に、あ、そうなの、インド系なんだね。インドア、なるほど、系で、うん、あと飛行機がちょっとあんまり乗れないです。そう、なんか理由あるの？ちょっと気持ち悪くなっちゃうんですよね。はい、まあでも行けないこともないんですけど、はい、で、大丈夫ですか、はい、皆さん来ましたか、はい、はい、では順番に発表していただきます。じゃあタクさんからお願いします。はい、ちょっと待ってやばい、かけた方いますか。はい、はい、じゃあみゆちゃんからお願いします、はい、私はキックボクシング。あ、ちょっと似てるかも。あ、本当ですか、ね、最近なんかキックボクシングがすごい流行ってて、うん、周りの友達で運動したい子大体キックボクシングかピラティスどっちかしてるんですけど、まあ、ダイエットとか、ね、ね、そうですね、うちの相方なんかもう5年以上やってるからね、そうなんですか、太ってる太ってるそうでしょそう、ダイエットのためにやってる方もいますし、うん、なんかちょっとアクションとか、例えば今後お芝居でやるってなった時に、うん、なんかキックボクシングやってるっていうと結構アクションに生きてくるっていうのもあるので、パンチとかも、はい、たくさん、はい、プロの方ですか。そうだ、あ、俺もでもやってた、すごい、そう、今後のお仕事何でもやってるから。でも私も路線一緒です。あ、本当ですか、はい、あの運動系、運動系、やっぱ今後のお仕事にも生きるし、ダイエットにもなるかなという、ね、うん、
あとこれいいよね、自衛もできるしね、うん、そうです、なんか困った時に自分の本当に身も守れるかもしれないから、うん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 、確かにやっていいことばかりです、ね、いいことばかりです、うん、いいな、外に出るのがめんどくさくなければ、うんうんうん、そこですよね、うん、じゃあ続いて、じゃあタクさんお願いします。はい、もうこれはね、おきょんさんのことを真面目に考えて、これもおきょんさんこれがいいんじゃないかと、 おきょんさん持ってるかどうか分かんないですけど、はい、新しいパソコンを買ってですね、うん、とにかくいろんなゲームで、はいはいはい、あの日向のメンバーとか、うん、あとはこういった我々でもいいですけども、はい、みんなでそのパソコン用のゲームとか、うん、そういうのをいろいろ新たな世界で、でパソコンがあればいろんなことできますから、うん、だからとりあえずは今、はい、入り口としてはゲームを、うん、いろいろお嬢さんゲーム大好きじゃないの、はい、持ってない、持ってないです、パソコンは。あ、ないんだ、はい、うん、でこれやるといいと思います。なんでこんな死にそうな字で書いてるんですか。私すごい、だから左手で書いたのかなと思って。左手で書いたんですか。ちょっとやめてよ、今ラジオだからさ。なんかかぼそいのよ、かぼそいし、ね、新しいっていう感じがもうなんか 顔みたいになってる。顔みたいになってる、新しいっていう感じがちょっとね、新しくなって、どうしてどうしたのその顔。いやどうしもしませんよ、あの僕こういう文字鑑定で病院の先生に連れてかれたことある。そうですか、ね、なんか今日特にすごいですよ。いつももっとなんかね、もうちょっと、まあ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 、黒い字だったけど、いやいや一応ね、あの内容の方をちゃんと入れてください。パソコンで、パソコンで新たなそういうゲームとか、うん、いろんなことパソコンできるんで、うん、あのゲームはプライベートで、うん、はい、今やってることの延長ってことですね。そう、今やってることの、うん、あまりこう新しく全部するんじゃなく、今やってることをちょっと延長していただきたいなと、うん、それ始めやすいのでいいですね。はい、なるほど、わかりました。じゃあ続いて大木さんお願いします。ちょっとお願いします。なんだ、意地悪だよ。僕はね、あの前々から京子ちゃんにはね、こう卒業したら一人旅どうですかって話をずっとしてるんで、うん、はい、うん、それでやってほしいのはこれです。何、俳句。あー、おー、似合いそう。みんな、みんなね、ちょっと納得してない感じ。納得してほしい。これ京子ちゃんがどこ、はい、旅でも日帰りでも何でも旅行旅先で、あの一句読むぐらいのね。大木さん、うん、確かに、あの五七五で、あの作詞とかにもなりそうですしね。13文字？五七五って。五七五。七じゃん。17。いくつでもいいんじゃない？はい、17。え、季語入れるやつ？そう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 。カブトムシとか。カブトムシ、そう。かき氷とか。おお。あれ夏の季語だからね。はい。なんかそういうのをなんかこう読んでいくと、こういいんじゃないかなと思って。趣味にもなるし。あ、そしたらあれに出れるじゃん。なんで？プレバト。ダメみたい。そう、そう、先生のやつ。はい。あの浜田さんのやつ？うん、はい。なんだっけ？プレバト？プレバト。お、いいね。お、いいじゃん。確かに仕事にもつながりそうです、ね、なんか仕事につなげるぞって意識があると、はい、なんかちょっとあれですよ、ちょっとね、趣味じゃないよね、うん、癒されない、頭良くなりそうですね。いやいや、それ俺仕事につなげろとは言ってないけど、そうなっちゃってもいいけどねって話だけど、ね、ちゃんのキックボクシングも仕事の話してたじゃん。すげーしてた。そうだよ、アクションがどうのっていうか、なんかこっちとかプレバト感がプンプンします。そうなの、すいません、みゆちゃんマイナス1度お願いします。どのコーナーを決めましょう。これでみゆちゃんが次回もうやだ、5ポイント何らかのものを買ってきてお願いします。やめてください。やめてください。じゃあ続いてリーダーお願いします。ちょっと意地悪だよ。みゆちゃんと似てるんだってマジで。まあなんかおきょんの性格、こう何年か一緒にいてこれが一番いいかなと思ったのが料理。あ、確かに結局な、確かに結局なんかできて損はないかな。いや、そうですね、確かに。そうそう、スキルとしてね、はい、一つ持っとくといい武器になるかなと思って、はい、そうですよね、うん、作ってもらわ、結構リアルな、リアルにやらなきゃいけない、やらなきゃなの、やらなきゃって思ってるとダメよね、うん、興味はある、興味ですか。あの苦手でめっちゃ、うん、ね、だいぶそうね、言ってたもんね、やればできるんですけど、うん、やるまでが相当めんどくさくって、うん、準備とかもう全てがもう結構ちょっと体に合ってなくて、ね、体に合ってないって言っちゃったよ。でもやりたいんですよ、やらなきゃって思う。こういう時じゃないと多分やらないと思う。そうですよね、タイミングで、こういうタイミングでタイミングでどっかできっかけ作っとくと本当にそうですね、1個2個なんかこう自分の得意なの、はい、あの完璧なやつ
幅がね、見つけると自信につながると思うから、人間の幅も広がるかもしれない、ね、これは完全にリアルですね、うん、なんか本当にリアル最近簡単なのでも作りました、なんかもう超簡単なのとかでも、いや作ってないです、もう、また、うん、今ねちょっとそういうところじゃなかったからね、忙しいですよね、うん、いやでもやらなきゃとはめちゃくちゃ思うので、うんうんうん、本当に、はい、やらなきゃいけないことはないよ、そのすごいこれが自分の味を作りたいって時で、うん、の気持ちになってほしい、うん、優しい、そうですね、じゃあ気持ちになってほしい、はい、そういう作ろうって、ね、はい、ということで以上です、はい、以上じゃないよゆうきさんまだ帰っていいだろう、みんな一番ね私しかもさ本当にみゆちゃんと似てるからって言ったのにさ、うん、全然後回しにされてひどいわ、じゃあ最後みゆきさんお願いします、はい、私はあのスポーティーなみゆちゃんと似てて、うんうん、あのスポーツ系なんですけど、うんうん、でもやっぱ京子ちゃんはそういうアウトドアすぎないじゃないですか、インドア、うんね、インドアで楽しめるスポーツってやっぱ壁打ちとか、あの壁に対して、はい、あの卓球とか、あ永遠やるテニスとか、はい、スカッシュみたいなのもある、違います違います、一人で家で家で壁に向かって打つ、あスカッシュみたいなやつ、あ違うんです、家であのそれを私はよくやってたんですよ、うん、あのこれをやるか、私は鏡に向かってお前は誰だって言い続けたんですけど、怖い怖い怖い、やばいな、もう怖いな、怖い、はい、なので壁打ちおすすめです、なるほど、わかりました、よし、はい、手応えあり、全然響いてない壁打ちが全然響いてない、全然ここちゃん全然響いてない、さあじゃあ参ります、ね、はい、じゃあ皆さんの意見を参考に私斉藤京子の心に刺さったちょうどいい答えを決定いたします、うん、日向坂46を卒業した斉藤京子がプライベートで何を始めるのがちょうどええ、それこれいきますね、料理、うわ、料理か、いやこれは本当に現実的に考えて多分やるかなって思うし、家だしね、お母さんに教えてもらう期間みたいな感じで、ね、今だからみたいな感じでできるかなって思って、料理しながら俳句とか無理壁打ち、それはやだ、なんで料理俳句あるでしょ、集中できない、季節の野菜で一句読んでさ料理するたびにトウモロコシっつって、ね、確かにでも俳句も確かにあのいいなと思いました、なんかそれをすることによっていろいろ幅が広がりそうだなと思ったんですけど、ね、はい、ありがとうございます、皆さん考えてくださって、キックボクシングはなかったかな、ボクシング良かったですけど、まあまあ、でもその、まあまあまあ、出向かないといけないじゃん、そうですね、やっぱ出ないといけない、やっぱインドアでスポーツの方がいいから、やっぱ壁打ち行かせるから、はい、一番響かなかったのはどれ、壁打ちでしょ、壁打ちですね、ほら後回しにして、あの流れだったら一番だったのに、はい、一番じゃないよ、このコーナーではやるもくメンバーに決めてもらいたいちょうどええお題を募集いたします、採用された方にはよりもくべカードをプレゼントいたします、宛先はやるもくアットマーク MBS1179.com までお願いします、以上やるもくサミットのコーナーでした、うん、日向坂46斉藤京子です、 AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます、好き、あっぱれやってます、木曜日お聞きの皆さんこんばんは、さらば青春の光森田です、東村です、はい、おきょんが、番組を卒業するということで、そうだね、はい、なんで、いや、なんでって、まあ卒業するんですか、まあグループの卒業に伴い、はい、ということじゃないですか、うん、ああまあそういうことですか、うん、もう売れていく準備を、いやいや、まあまあ、いや売れてはいましたけども、まあまあタイミングやろな、スターダムへの準備をしてるっていう感じなんですかね、いやいや、それがあっぱれをやめるっていうことではないでしょう、はい、うん、その準備がもういよいよ本当にいろいろ精査して売れていくということですね、精査は悪いなそれは、いやいや、まあでもね、我々も数年一緒にやらせていただきましたから、はいはいはい、うん、まあでもね、僕はそんななんかもうあいつにはなじられた思い出しかないんで、ああそうですね、そんなエールも送りたくもないんですけど、未だに軽蔑されてるでしょうか、ね、まあそうやろうな、あいつはな、なんだったらもう忘れてる可能性もありますからね、うん、私のことは、はい、うん、思い出ないでしょ別に、いやいやあるでしょ、なんかありました、そんな下ネタ喋ってた時あいつ全然喋らん、うんうん、それだけやなほんまあるでしょそうだ、まあでもそうか、なんか知らんけど何回か泣いてたなとかあるでしょ、確かにね、はい、急に黙ったと思ったら涙をこらえた時がありましたけれども、そうですね、あでもまあね、あんながっつり一アイドルと絡むなんてことはなかったんで、うん、そうね、はい、そうですね、まあそうやな、俺もお今日の番組そっか呼んでもらったりとかしましたから、うんうん、はい、まあ、なんだかんだお世話になりましたよ、そうですよ、お前でお今日にお前、うん、ゲストで呼んでもらったりしてんねんぞ俺ら、
いや、そうめちゃくちゃよ。そうやな、あの、国際フォーラムのライブもな、な番組の呼んでもお前こらとか、こっちで言ってたのに、うん、最初の頃。うんうん、結果、はい、結果番組呼んでもらってるやんっていう。そうね、ありますね。寝れないですね。うん、はい。無視だけは今後しないでほしいなと思います、ね。いや、ほんまに。どんだけ売れても。はい。はい。はい。まあ、頑張ってくださいよ。はい。はい、また会うでしょ。はい。無視するなら、徐々にの感じでお願いします。はい。はい、はい。ありがとうございました。さらば青春の光でした。はい、頑張ってください。はい。日向坂46、斉藤京子です。AM1179、FM906、MBS ラジオから、あっぱれ、やってます。好き。さあということで、いつもここでね、みゆちゃんのキャッチフレーズのコーナーあるんですけど、ちょっと今週はお休みということで、はい、お今日の最後ですからね、うんうん、ね、さあさらばのお二人からもメッセージいただいて、うん、いやびっくりです、ね、まさかそんな、もうピザもそうですし、さらばさんのサプライズも、うん、一緒にしちゃったちょっと一緒にしないでさらばとピザを本当にまさかそんなあるとなんて思わなかったので、うん、もうめちゃくちゃ嬉しかったですし、ね、でもなんだろう、なんか最後のやる幕だから私もうめちゃくちゃ泣くかもと思って、うん、あのメイク、ウォータープルーフのやつでやってたんですよ。結構ガチな、泣いてもいいようにガチな、もう本当に今日やばいと思って、うん、なんですけど、なんか最後までめっちゃ楽しく、なんかずっと笑ってたなって思いますし、うん、いや本当になんかもうあっという間、史上最大のあっという間のこと。何それ、今まで感じた、今まで感じた、はい、今まであっという間史上、そんなないでしょ本当に。いやびっくりしてて今、もうあと5分で終わっちゃうのって思って、本当にびっくりなんですけど、他にあんのあっという間史上、あっという間史上、いろいろ過去にね、なんか本当になんかめっちゃ寂しいですけど、でもなんか最後、なんか今までで一番ぐらいに楽しめたかなって思いますし、あ、よかったよかった、あと何よりこの机がもう食べ物で溢れたことがめちゃくちゃ幸せです、ね、確かに、ね、いやなんか最後本当に最高の思い出ができました、本当にありがとうございます。いやー、はい、ね、ちょっと一言ずつ皆さんどうでしょう、うんうん、ね、みゆちゃんどうですか、なんか最初本当に私のこと嫌いなのかな、そんなことない、そんなことない、分かってたじゃん、よく分かってたじゃん、それはおきょんさん以外だな、おきょんさん以外どういうことでもなんかどんどん仲良くなれて、なんか私はもうこれからもご飯行きたいなって思いますし、うんうん、卒婚終わってまた落ち着いたら2人でご飯行きたいなって思います、うん、あ、嬉しい、本当に全然、いや本当に嬉しいですよなんでみんなみゆちゃんと仲悪くさせたがるの本当にそうですよ、でこれからもよろしくお願いします、いやこちらこそお願いします、嬉しい、私もご飯行きたい、行きましょう、かき氷行きたい、行きましょう、行きましょう、でさ、あのお互いさインドアだしさ、はい、あれじゃん、あんまりウェイってしたの好きじゃないじゃん、はい、次どこ行くとかわけわかんないのも嫌ですよね、うんうん、だから一覧行こう、一覧隔離さ、あれ隔離さ、あれ隔離さ、味集中型うん、だからこれからもなんかドラマあったら、はい、あ、もし、はい、パラサイト出演させてください。そうね、ドラマもそうよね、うん、そう、ここきっかけでもあったんじゃないですか。だから、ね、私みゆきさんとだけです、あの他のところで一緒にお仕事みたいなするっていう経験をしたのが、うんうん、はい、だから嬉しかったです。やったー、はい、今後もお願いします。お願いします。大木さんどうでしょうか。僕はやっぱりね、もう何度も言ってるけど、本当に一人旅してほしい。それってなんか一人旅しないとやばいなこいつみたいな。いや違う違う違う、せっかくこうなんかほら、うん、卒業というタイミングでこの旅来たんで、はい、だったらこう、プライベートでもそういうソロタイムみたいなのをね楽しんでほしいなと思って、うん、俺一人旅好きな人だったんで独身時代、それが本当に良かったんで、うん、だから京子ちゃんもなんかそこでいろいろ考えることとかあるから、うん、いいかなと思って、あ、ちょっとぜひ行ってほしい。はい。ちょっと、そこまで言われると結構、私もずっと気になり始めたので、一人旅が。もう行ってほしい、そろそろ。先週ぐらいから。チェコでしょ、ね、チェコ。チェコじゃないの、国内でいいから。チェコ行ったらいいよ。国内でいいから。まず国内でいいから。あ、そうですか。ちょっと挑戦してみますね。ありがとうございます。ぜひとも。はい、ありがとうございます。あと、大木さんとね、朝、もちろん、もちろん、それもちろん。喫茶店は。それは出発の朝ね。一人旅出発の朝は一緒に喫茶店行くんで。あれ、めっちゃ面白い。でも あれだね、やっぱりオキョンと、その土曜日時代からずっとやってコロナも大変だったしさ、なんかそのラジオのやり方も、そのパーティション今もあるけど、うん、なんかそういう仕事の仕方もさ、やっぱ皆さんそうだと思うんですけど、はい、変わった時代があって、で、ラジオっていう部分で出会ったけど、なんだろうな、僕自身が思うのは、卒業って今こうね、いうことを話してるし、明日最後のコンサートだけど、そのステージ降りてから、
が本当の始まりやから、斉藤京子の。だからその次の第一歩どう踏みしめていくかってすごく重要になってくるよね。だから自分だけの景色をその自分なりの歩幅でいいから歩んでいってほしいな。で、その時にまたその歩みが僕自身の人生とどうまた交わって現場なのかわかんないですけど、またいい景色を一緒に作り出せたらなと思うんで、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ。最後俺じゃないんですよ最後なんで俺になっちゃったんですかリーダーがなんか喋り始めちゃったと思っていやいやそれもう最後はたくさんあるんだと思って、いやそろそろお時間となりますちょっとそれもおかしいえそれもおかしいんですまあしょうがないか頑張ってねちゃんとちょうだいよタクちゃんサクちゃん、ねえ、はい、最後におきょんから、ファンの皆さん、リスナーの皆さん、一言、頑張ります。一言お願いします。はい。でも私がそのアイドル活動していく上で、レギュラーのお仕事もらったのも初めてでしたし、もうヤルドというか、その前の今時から始まって、ヤルドヤルモクと、ファンの皆さんも毎週こう、楽しみに聞いてくださってるっていうのを、見繰りとかで聞いて、すごく嬉しいなって思ってましたし、うん何より本当に皆さんとお会いしてこうラジオするっていうのが本当に楽しかったので、これからは、一リスナーとして聞かせていただきます、ヤルモク。本当に、今まで本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。またね、なんかタイミングが足してみてください。はい、ね、ありがとうございます。はい。はい、ね。毎週でもいいからね。毎週来て、天野屋さん持ってきて。はい、ということで今週もお時間です。お相手は TOKIO 城島茂と、ビビロキと、鈴木拓と、鳥居美希と、鈴木美優と、日向坂46の斉藤京子でした。お疲れ様でした。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。さよなら。歩くことだからそれでも